どうも島田周平です始まりました島田周平のお階段めぐり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますさあ今回ですね皆さんにあるお写真を見ていただきたいと思うんです不思議なものが写り込んだ2枚の写真になるんですが 僕もですね、正直いろんな心霊写真を見てきたんですが中でもかなり衝撃的な写真だなということで今回皆さんにご覧いただければと思います。ただですね最初にお伝えしておきたいんですが今回閲ちょっとこうかなりショッキングな写真にもなってきますので特に2枚目ですね そこは皆さん本当に勇気のある方だけご覧いただければと思いますで今回ですねこの写真どういったものなのかそこも踏まえてね皆さんにお伝えしたかったのでシークエンス早友さんそして七不思議のノブさんそして松島初音さんという霊感のあるお三方にもこの写真見ていただきましたお三方口を揃えてこれはよくないやばいですよこの写真早友さんに関しては まあ本当に良くないい写真だと思います少なくとも今年に入って僕が見た写真の中で一番ヤバい写真ですノブさんも「いや周平さんこれダメですよ」「いやこれはもうちょっと見れないもうダメだ駄目だ駄目だ」目を背けるという、えー、初音さんもですねもう見た瞬間に悲鳴を上げるという写真になっております。 本当に勇気のある方だけご覧いただきたいと思います。写真の後にお三方の見解もお伝えできればと思っています。まずね経緯を説明いたしますと、まあ僕ですね、ホリプロという芸能事務所に所属をしているんですが、このホリプロ、いろんな部署があるんですね。 え僕がいるタレント部もあればイベント部というところでですねまあいろんなイベントを取り仕切っているという部署もあるんですえその中でですね僕は非常にまあお世話にもなっています男性の若いスタッフさんで八木沢さんという方がいらっしゃるんですねこの方からですねつい先日2月の9日木曜日にですね LINE が届きました島田さんお疲れ様でございます今石川県 ちょっとここあの濁させてください。まるまる市に出張に来ております。そこでまるまるという昔ながらのまあ地元では有名な温泉宿に宿泊をしております。昨日スタッフの女の子二人、この二人は同部屋だったんですが、この二人で写真を撮った際、心霊写真が撮れたとそのデータをもらいました。 一度見ていいたたただきたく写真の方をお送りいたしますこれは何なんでしょうかということで2枚の写真が貼り付けられていたんですねであのこの、まあ、写真がどういう経緯で撮られたかといいますと、まあね、この八木澤さんイベント部に所属をしているんですが、まあ、石川県の方で非常に大きな、まあ、イベント催し物がありましてでホリプロ以外にもです、ね、いろんな返しの方たちが集まってこの宿に泊まっていたそうなんですね。 そして別の会社である女性2人人がが同部部屋屋で夜を過ごしたたあったとでこの2人非常にこう明るくて前向きでねポジティブな、まあ、素晴らしい、ね、女性2人なんですけどもこの女性と次の翌朝ですねエレベーターホールで会ったところもう向こうの方から「じゃあ柳澤さん写真撮れちゃったんですよこれ何なんでしょうかこれ大丈夫でしょうか」っていうことで、まあ、非常に明るいお二人なので。 あまり怖がるというかいこんなん撮れちゃったんですみたいなテンションで見せられたという写真なんですね。で、まあ、その八木沢さんも心配になって僕の方に送ってきたということなんですが、えー、でお写真の方まず1枚目ご覧いただきたいと思います若い女性人さ人お二人がですね部屋の中で夜、まあ、こうじゃれ合ってるというような、えー、非常にこう微笑ましいはずの写真なんです。こちらご覧ください えーまあ、女性2人ですね、えー、下に寝そべった上にもう一人の女性が、まあ、覆いかぶさってくるみたいなね非常にこうじゃれ合ってるという楽しげな写真なんですけども、えー、皆さんお気づきですよね、えー。下の方に寝そべっている女性左側の方に顔がありますがこの女性の顔のあたりに何かこう。 シミというか何かこう顔にこう覆いかぶさってくるようなものが見えていましてでこれがちょっと赤く見えることから何かこう血がべっとりくっついているようにも見えるなあというふうに思うわけですね。というに思うわけですね。で実際このお二人もこの写真を撮った際になんだこれってことでちょっとびっくりしてしまったんですね。 で、えー、このまあお写真を撮った後、まあレンズですぐもう一枚写真を撮っていたんですが、その二枚目また写り方が変わっていたんです。ここからがです、ね、皆さん、えー、閲覧注意になりますので、えー、勇気のある方だけ次の写真ご覧いただきたいと思います。えー、今写っているですね下、えー、の方だけ顔が赤く血のようになってしまっているという写真ですが二枚目どのように 変わっていいるんでしょううかご覧くださいどうぞ、はいえー、まずちょっとこう気になる部分を、ねえー、確認していきますと先ほど下のほ、ねえー、方に寝そべっていた顔の辺りに血のようにべっとりとついていたシミこれがまた残ってはいるんですが先ほどよりもこの血の部分が広がっている。 でちょっと今目線の方は、ね、隠してはいるんですけども何かこの目に性気がもう宿っていないような本当ににぐったたりとしよような表情に見えるんですよねえそして、えー、先ほどは何もなかった上に覆いかぶさっている方の女性の顔にも今度は同じように顔全体を覆うような、えー、血の。 ようなシミが見えているというでよく見ていくとこの女性の頭部付近がお侍さんのような何かここにちょんまげをこういうようなこう反り上げているような頭にちょっと見えているのも不思議だなという、まあ、こう映った女性2人の顔にシミが広がっているという写真になっているんですね。 そしてやっぱり一番ショッキングなのが皆さんも,もうお気づきだと思いますがこの女性2人の間からこちらを覗き込んでいるように見える不思議なな顔ののよようなものですよね何かこうぐしゃっと潰れたような風にも見えますがこの顔をよく見ると左目はあるんですが右目が。 ちょっとこう見えないのかなと思っていたところそのすぐ上左斜め上の方に目をやるとそこに目玉が映り込んでその目玉からも血が流れているというような、はい、写真になっていますで今回、ですね、まあ、こちら早友さんはじめのぶさんそして初音さんにです、ね、お話を聞いたところ、えー、くしくも3人ともですね同じような見解だったんですね。 まずお三方おっしゃったのがよくない写真ですとただこの部屋旅館が曰く月という気はしませんこの部屋自体は何も問題がないと思うんですがきっとこの二人がどこからか連れてきてしまった例なんではないかと思いますという。とで早友さん曰くですね、えー、まあこのお二人が気づかないうちに 交通事故それも非常に凄惨な交通事故の現場で、まあ、女性が亡くなってしまったという現場そこの近くに行った時に、まあ、同じような年代の女性ということで、まあ、そこの被害に遭われて亡くなってしまった例がついてきたということなんじゃないかという。でやっぱり後ろにこう映り込んでこう覗き込んでいるお顔というのが、まあ、かなりこうひどい事故だったということでこのようなまあ 顔にななっているんじゃないのかで,さらにですね後ろから覗き込んでると見えますけどもこれは実は2人の前側に出てきていてその前に映った後ろにこの2人がいるんではないかというこれ実は後ろではなくて前なんじゃないかというような見解も示してくださいました。でこれ皆さん言ったのがですねでもこの写真 映ってる霊って1体じゃないと思いますよ。もっとたくさん写ってる気がしますって話をされるんですね。で、あのやっぱりこうショッキングなのが2枚目なので、2枚目が怖いのかなと思ったところですね。3人とも言うんですね。いやこれ2枚目じゃなくて1枚目の方がやばいですよ。これ1枚目ですね。えー、下の方にこう寝転がっている女性がまあ、このようにこう手がねこう写ってるんです。この手の奥ですね。この隙間。 確かね。こうぐちゃぐちゃっとこうした模様。まあ、浴衣なのかなと思ってたんですが、この辺りから何か覗き込んできている気がするで、さっきも言いましたが、まあ、事故に遭ってしまった方が同じような女性に目をつけてついてきてるで、そういう例がこの写真を通して自分が今度ついて行こうと思っている人を探して覗き込んでる。ここから。 皆さんのことを覗き込んで、誰についていこうかと考えているような、非常にこう、怖い写真なんじゃないのかなという。はい、ええー、お三方とも、二枚目よりも、一枚目の方がやばい。そして、この写真には、一体ではなく、たくさんの例が写り込んでいるという。同じような見解をいただきました。で、あの、まあ、やっぱりね、このお二人のことが心配なので、早友さんに聞いたところですね。まあ、あの、今現在、体調が悪いとか、具合が悪いということであれば、やはり。 とままっっっっててししいいるのでしっかりとお払いに行った方がいいいと思いますただ今現在何もこう体調の変化とか、えー、不調がないんであればもうその例は別の場所に行ってると思うのでひとまず安心していいと思いますという、まあ、そんな見解でした。でやっぱり気になりましたんでね、えーまあ、その女性スタッフさんの方にまた連絡を取ることができまして今現在のお様子お聞きしたところですね。えー、2人とも 今現在体調に問題はなく非常に元気でございますという、はい、ちょっと安心する、ね、報告もいただきましたひとまず安心かなというところありますが、えー、皆さんこのお写真どのように感じたでしょうか今回閲覧注意ということで、えー、僕もですね非常にこうショッキングだったんですが写真紹介させていただきましたまた何かこんな写真がね手に入りましたら紹介させていただきたいと思います。 というわけで島田周平でした。島田周平のお階段巡りでした。ありがとうございました。<music>